か斬新な感じにマックルも全部なんかこの辺のもう細かいちょっと調整しやすい感じに全部今最新のモデルになってます。これ引っ張って締めやすいよ、掴まなくても済むようになってるんですか。そうです、はい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 、ラリーなんかだとすげえ楽ですよ。あでも使ってるからね、旧モデルをね、インカムとかハイドレーションのやつも効いてますし、はい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 、あ、させるようになってるんだ、ね、でしかもこれで止められるんだ。そうです、そうです。あ、いいなこれ。こっち何用ですか。それはこれ何使うんだろう。あ、ゴム紐を引っ掛けたり、はい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 、耐久用とかそっちか、ね、あ、これも逃げるよ、ね、はいはいはい。じゃあラリーじゃ使わないですねこれね、耐久レースとかそっちか。そうですね、でも使えるようになった。 あれ、こういうのも取り扱ってんですか。はい、今まあハンスに始まり、今ラリーだとまあハイブリッドがもう主流なんで。そうっすね、こっちそんなやつハンス嫌いだからつけてくんないんですよ。ああ、そうなんですか。ドライバーじゃないのに、ね、ハンス嫌いだよね。これってハンスだとやっぱり転倒したり転転したりとかすると全然かえって脊椎やっちゃったりするみたいなんで、こういうことで刺さって首に、はい、こういう負荷に変わっちゃうみたいなんですよね、ハンスだと下方向と。ハイブリッドだとそれがないんで、あとこっちの方は可動域が広いのと違和感がないっていうのが、ね、シートをいちいち加工しないで済むっていうのがでかい、まだねこれから、まあ、実際普及レベルってこれからだと思いますけど。でこっちは GPS ロガー、これは結構今売れてます。本体は本当 GPS だけで、はい、ソフト Bluetooth でスマホとペアリングして動画を撮りながら、はい、もうラップタイムとか、はい、速度とか、はい、もうリアルタイムで合成してっちゃうんです、アプリ側で。あ、だからもうここにドライブレコーダーみたいにつけとけば、はい、走り終わったらもう合成終わった動画がすぐ Facebook とかアップできる。あ、こんな感じでソコログも全部合成されるんで。まあ、デジスパイスでデータ取って、はい、パソコンで合成とかっていうのが、はい、まあ、もうちょっとこうスマートになってきたかなっていう世代ですね。だってラリーで取っても見返さないですからね。そうですね。まあ歴とかで買っちゃえればだいぶ楽かもしれないですね、はいはい、これは歴も私たち見直さないんで。もうね、宿帰ったらすぐ寝ちゃうから。そっちの方が早いかもしれない。そうそうそう。とりあえずそう疲れを取ろうっつって、ありがとうございました。すいません、ありがとうございます。